崖っぷち選手、はい、まず1人目、はい、こちらです。高橋純平投手です。ほー、高橋純平投手、まあね、現役ドラフトとか乗るんじゃないのかっていうところもありましたけども、うんうんはい、まあでももうそろそろね来てほしいところではありますよ、はい、ソフトバンクあるあるなんだけど、はい、ドラフト1位が活躍しないっていう、うん、確かに今そう振り返ると東浜投手以降ってあんまりいない気がしますね。だからそのね光り輝く時あるのよ、うん、あのでもねずっと主力としていないんちゃうか、うんはい、だからねドラフト1位で言うと、はい、まあ伊比根ね、はい、で風間、うんね、井上、まあまあ、若いですからね、うん、佐藤直樹、うん、海野、うん、吉住、はい、田中正義、うん、高橋純平、うん、松本裕樹、うん、やっとだね、うん、今はね、そうですね、リリーフの、うんうん、で梶谷、はい、もう移籍してるね、はい、東山で東山投手がまあ安定してじゃないですか、うん、2012年だからね、で私と同い年なんで、うん、もう10年目とかですよ。でその上が武田翔太、はい、山下昭綾津、うん、今宮、うん、辰巳、ね、うん、岩崎翔、うん、大場翔太、うん、福田周平、うん、大隣荒川優太、うん、マッチ、ここはもうあの高卒大卒で分かれてるから、うん、そう思うと本当にあれですね、ここ10年で1人2人ですね、うん、そうなの、うん、ドラフト1位、はい、頑張れっていう、うん、でももうそろそろ頑張んないとね、はい、っていうところはあるよね、うんうんうん、そうですね、うん、期待値が大きいだけにね、うん、でも2019年45試合投げておーって思ったけどね、防御率も良かったですよね、うん、だから俺プロスピで高橋純平の A めっちゃ持ってるわけ待ってんのよ俺は、はい、早く頑張ってくれたら俺すぐ極みにできんのよ、はい、待ってんのよ、うん、持ってんだよまだ、はい、頼むよ、期待して持ってるわけですね。そうそうそう、うん、来るんちゃうかと思ってね、はい、でもまあちょっと崖っぷちだね。うん、で、続いてが高橋玲です。はい、おーちょっと高橋でこれなんて言ってもね、うん、ソフトバンクが層が厚いからね、はい、そう簡単には出てこれないわけ、うんうん、でもねやっぱり先発もリリーフもできて、うん、アンダースローでっていうところでは、うん、かなりいいポテンシャルはあると思うんだけども、うん、なんて昨年4試合だからね、うん、でその前が11試合だから、本当だな、19年は23試合ね、で先発で12勝、うん、でこう新人王だね、はい、で20年が56試合、ね、あのリリーフで投げて21、22と沈んでるからね、はい、ちょっと頑張んないと、うん、高橋玲もね、高橋純平も、はい、近藤の人的保障とか、そう、その時に ねもしかしたら外れるんじゃないかって、ね、うん、って言われてたからね、うん、でもここで頑張っていかないとね、はい、うん、2年がなかなか結果残せずというところだと、だからここ今年が勝負なのよ、うん、高橋玲もね、うん、アンダースローはいいこう、ね、アクセントになるからね、うん、そういった意味では頑張ってほしいね。そうです、